皆さんこんにちは。こんにちは。チャレンジダンジョンにも特殊ダンジョンの波が来ましたね。来ましたね。来ましたね。これまではゼログとゼログインフィニティとあとあの子なんだっけ、ノルディス、ソルディス、ノルディスしか来てなかったんですけどね、こちら私、初めて挑戦いたします。レベル5から参ります。はい、このパーティーでいきます。挑戦。はい、レベル1からのスタートな。ほう、 OK OK、 もうたまるね。参ります。これはもう多分いきなり抜け、あれ？あれ抜けないのかな？私やった時多分抜けたんだけどな。何でやったんだかな？三角でやったのかな？私クロスでやった記憶があるんだけど、ここは。さあ、これだったら絶対抜けるでしょう。いかほど。よし、ドロップしないのね。あ、そうですね。チャレダーはドロップはないですね。見てください先生、見てください。気づきませんか、何かに。ギザールがレベル91。デブチョコ、デブチョコもレベル91。え、すごくない？レベル 91？ たった一発でレベル91になったぞ。え、早すぎ。すごいな。2匹替えメタトロンなんて。デスゲンは遅いですからね、上がるのね。デブチョコもレベル91だぞ。すごい。仮面2体出たぞ。ねえ、すごいな。どんだけ落ち込みきとんねん。びっくりした、うん、こんなにすごいんだね。 HP が急に増えましたもん。ドンって増えました。もう最大になりましたね。あら、まああっさり、あっさり最大デブチョコボ。いや、私のこのパーティーはクラス総数でいうとデブチョコボとフレンドの覚醒ホルスでだいたいほぼ297があの2人で、それ以外はほぼゼロでございますね。このパーティーいきます。やべやべ、うん、オッケー。まーちゃんももうクリアしてるんですよね。ここしてます。どんな感じでございましたか。なんかさーって、え、そんな感じ。トン、個人的にさーって抜いた。今のところ私もなんかさーって感じだよね。さーって感じがしてますね、今。なんか今のところ苦労してないもんね。5色決めたい。5色決めた。2回攻撃よし、うん、今気づいたよ。覚醒ホルスは5色決めた方が強いんだ。はい倍率上がりますね。今気づいたよこの P が1体だからいいですね。複数体の時にこう、なんか複数体泣くよね。泣く。普通に勝てないもんね。泣く、勝てない。よし、強いよ P。 順当でございます。もうなんか今のところいい感じですね。ね、どうしてんだやっぱ。やっちゃった。オッケー。今のところあんまり負ける気はしないね。そうです。全然いいですよ。ホルスいけますよ。安心してください。なんだね。私がちょっとホルスでミスりまくってホルスに対してちょっと不信感を抱いてるかのようなその。ホルスはいけます。5色決めれるといいな、うん、気持ちいいな。5色だよな、やっぱり5色だよな。もうそろそろボス、次が、ボス前で。あ、やばいやん。先生が来ます。先生、これやばい、これやばいやん。あ、でも2体同時だったらさっきの感じだと3000ぐらいだった。1体3000ぐらいだったんで、威嚇使うまであるんじゃねえの。そんなことない、大丈夫、耐えられるかな。火の全体とか光の全体とか入れられるとよりいいんじゃないでしょうかっていう。
光と火の全体を入れました。うわ結構怖いね。で次1111でしょ。でも1人落ちそうですもんね。これこの感じだとこいつは落とせるね、うん、危なかしいな。参ります。ちょっとミスった。でもギリギリセーフか。セーフ、よし。あれこの子がめっちゃ軽減してくれてる。ウェブチョコボやりますね。それぞれが 10% 軽減ずつしてくれてる、うんうんうん、なるほどなるほど、素晴らしい。うん、回復もして。いやー、なんとか勝てそうですよ。6000とかじゃないんだね。そうですね。なんか私のイメージ、P ってダメージ6000だったね。6、7000どんどん来る感じだね。の、そう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 、特殊用にこう、調整されてるんですか。ちょっと弱い P なのかな。わお、お2体か。で、バトル9。バトル級。なんか次がボス戦。ガード系とかなんか使った方がいいとかあります？特段ない？いや、今 HP 結構高いんで大丈夫じゃないですか。なるほど、オッケー。あ、やべ、もう走り出しちゃった。倒せれば大丈夫。お、倒せれば？倒せなかったら？倒せなかったらどうなるんだい？よし。助かった、うん。余裕です、余裕です。倒しましょうから。それ絶対余裕じゃなかったでしょ今の感じ。わお、落としすげえ綺麗、超落とし綺麗。こういうの生放送でしたい。超綺麗。何今の落とし。こういうのがね生放送で出て結構狙ってましたみたいな雰囲気だったらやっぱすげえ。狙ってましたみたいな雰囲気。雰囲気、雰囲気だけでいいんだけど。雰囲気。状態上向こう。152万の HP ですか。そうか、私今気づきましたよ。遅すぎるけど、はい、覚醒ホルスは5色だと倍率が上がるのであれば、はい、このソウソウさん、うん、水をこう火にしちゃうから合わないね、うん、色減っちゃうからね、うん、ベジットだったら色減っちゃうのよ。今気づいたよ。まあ、でもほらアレスの時もねやってましたし、火を強めにして。オッケー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 。ほら5色次色がねえな、うん、おお弾いた。もうこれギザールなんかこのパーティーレベル5余裕じゃない、 ないもったいないから使っとくわ、うん、ギザールの野菜もったいないから。ホルスもしたらもうリーバーサルフレイム。あ、そっか、ドロリーフだから関係ないか。え、違う、ギザールの野菜って変化だよね。これね、先日のミックスのね、豆知識編みたいなやつの話をすると、はいはいはい、事前にリバーサルフレイム一発使っといたら、もともと火のやつがプラスになった状態で色が変わってプラスが増える。惜しいことをしてしまった。なるほどなるほど。とても惜しいことをしてしまった。うう、ね、残念だ。あ、リバーサルフレイム。勉強になった。勉強になるでしょう。うん。ミックスの持ち主。参ります。はい。お、もしよし。オッケー。お、すごい落ちた。これでレベル5クリアでございます。今回こちらのレベル5では何がもらえるんだよ。チャレンジダンジョン、今回の報酬はレベル150万コイン、レベル2 2000ユージョンポイント、レベル3タマドラ、レベル4がノエルドラゴンブラン、レベル5が木の宝玉、6が水、7が火、タマドラタマドラタマドラ。え、しかもプラスがめっちゃついてるタマドラなんだ。そう、え、どれくらいついてるのこれ。え、回復プラス素で30個ついてるってことですよね。え、そう、回復がプラス30になる分 のプラスがついてるじゃなくて、30個分のプラスがついてるってこと。
めっちゃ美味しい。プラス30って書いてあるってこと。もうそういうことだよな。全部獲得したらもう90プラス。え、すげえな。はい、皆さん、そんなわけでチャレダンのレベル5でございました。以上でございます。さよろ。皆さんこんにちは。こんにちは。2014年我々は富士山を登りましたが、2015年、夏に何をするのか、今年はですね、我々自転車で2日間生放送しながら箱根を越えます。すげえ面白いよ。これ書いてある経験が書いてある。このままダイエットしてます。無謀なことに挑戦することになってしまったんじゃない。俺は絶対に諦めない男だ。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。